おはようございます。ドクタクシーです。本日もよろしくお願いします。年内最後のタクシー業務となりました。今年も楽しいことばかりでした。いいことばかりでした。まあ、そうじゃない出来事もあったとしても、心の中で楽しい出来事、いい出来事と思い、日々タクシー業務させていただいております。すべては心が決めることです。いいこと、楽しいこと。そして今年はこのロクタクシーのれん分けという新たなパターンが生まれました。のれん分けをしたこのねロクタクシー、ちゃんとのれんは継承されているのでしょうか。ロクタクシーのれん分け、その後皆様気になるところだと思います。そして年内最後の業務ということで、のれん確認、のれんチェック行きましょう。今ね、のれんチェックしてるの、ロックタクシーののれんが、継承されたのれんがね、活用してもらってるか。のれんチェック、あれ中澤さんもするのれん、いや、しないの。あのね、じゃあのれんチェック行きます。あるじゃないですか。ありますよ、ちゃんとつけてますよ。あるじゃない、これじゃないですか。ありますよ、これだよ、お願いしますよ。これのれん活用して、松田君もいろいろなところでラーメンを食べるときはちゃんと美味しいってこのポーズをやってくれてますか。やってますよ、ちゃんと影武者として。やってますよ、もうラーメン大好きですから。やった、当たり前じゃないですか。食べますよ、しっかり。バッチリでした、しっかりのれんしてくれてました。これからも増やしますよ。 That's all right.